플러스치는 공약 메이저 음악 악기. 와 대박. 아, 알겠습니다. 공룡을 싸고 있는 암석을 제거하는 일이 급선. 도리우노토치와 부여나도 기능. 코레오 모토모 역표현する単語がたくさん. 바티스토 바나스. 하지만 아스카리 토요미가 대마 코크네에서 誰かが 電動 스위치で 쇼츠를 들으면ではないかと 気になるからです. そして多分 CG チームですよね. このドキュメンタリーの最高のパートは画面にかすかに 恐竜の形をした ポリゴンの塊ではね. ユンナム教授が高くてコロッパって的に選択物をかけておくのが出てくる時ですからね. 今日は 交渉は悪くないです. もちろん話す恐竜は除いてですね. 신체 사이즈부터 공개하지. 밤이 깊었는데 뭘 하시나. 난 타르보사우루스다. 난 전박이다. 確かな 間違いを 羅列してみると 腕の一問だ. ボデリング 유키슈 絶対に 羽をつけるな. 주석操作って何だよ. 저 오비랍토르란 공룡이지. 考えてみたら 少し多いですね. 紹介した学者の方々に比べて交渉がかなり残念ですが、恐竜の土地が韓国の恐竜ドキュメンタリーの最高という評価を受け、隣のベノサタンマテスニクより優れた作品であるリーは一つ。まさに人です。恐竜ドキュメンタリーの一番いいところか人だなんて何か変ですが本当です。誰かわかったでしょうか。コンピューターから生まれた類似チキンたちの統計より年取ったおじさんたちが砂漠で岩と繰り広げるチキンゲームが面白いとは。 중간에 굴러떨어지기라도 한다면 산산조각이 날 수도 있다. この時は優れたグラフィックで動物が生きているのを覗き込んだり、アクション俳優として就職させたりする作品ではあります。似たようなことをしようとする時はあまり成功しますが、代わりにここには現実が入っています。化石探査の現実、恐竜発掘の現実、そして水がなくて洗うこともできない現実と、それでも部屋の隅の匂いより清潔だという、もしかしたらこんなのでは若い視聴者層の口には合わないかもしれません。多分それで思い出したのが覇者院長課長。帰ってくるって約束したじゃないですか。 ここで何してるんで。2000名に全員チャラリ。ボスプロジェクト。恐竜の吹き替えなども似たような脈絡で決めたのでしょう。もちろん結果は良くなかったけど。저 녀석도 알고 보면 참 불쌍해. 制作チームは유해진さんに謝らなければなりません。ドキュメンタリーの雰囲気と合わないようでもない上、話す恐竜の存在は映像の中で何の役割も果たせずにいます。最初は探査のために忙しい学者の方々の代わりに説明をするのかと思ったら、後には雑談が増えます。 내가 좀 나간다고 했지. 저 뒤에 또 왔네 저. 쉽진 않아. 교류가 분수분단です. 나를 찾는 게 그리 쉽진 않을 거야. 어제 도마뱀 바로 옆에 내 화석이 있었는데 거긴 아닌데. 最初に言ったようにこれは奇妙な作品です。短所も多いし長所もあるし、とにかく確かなのは探査員の方々の努力と忍耐と汗の結実だということです。 特に汗のケツ実です。少なくとも基準点に適しています。ね。筐体国の最低イタリアのような感じでしょうか。そしてこれが2009年作ということですよね。この次に国内の恐竜界に何が待っているのか。この前は何があったのか。ハイブリッド、イーブリッド、セミソーサー、ウェイ。